陣内さん、突然ですが問題です。県が行った健康栄養調査で、全ての世代にわたって必要とされるある取り組みがあったんです。健康に過ごすための鍵ともいえるその取り組みとは何でしょうか。全ての世代で必要なもの、何でしょう。体を動かすこと、継続的な運動ですか。正解ですか。それも大切なんですけれども、実は正解は減塩なんです。陣内さんは気をつけていますか。気をつけてはいますが、なかなか難しいですよね。令和4年の県民健康栄養調査によりますと、20歳以上の男性の8割、女性の6割が1日あたりの目標量を超えて塩分を摂取していることが分かりました。さらに野菜の摂取量が不足しているという結果も出ています。そこで今回は、毎日の食生活の改善を目指す山形減塩ベジアッププロジェクトの取り組みを紹介します。健康のためのヒントがたくさん出てきますよ。それでは減塩と野菜不足について調査結果を詳しく見てみましょう。県立米沢栄養大学の北林真紀子教授です。先生、県民の塩分の摂取状況はどのようになっていますか。山形県が目標とする1日あたりの食塩摂取量は8グラムです。それに対して男女とも全ての年代でオーバーしています。20歳以上の平均で見ると、男性が 3.6 グラムオーバーの 11.6 グラム、女性は 1.7 グラムオーバーの 9.7 グラムになっています。では野菜の摂取量というのはどうでしょうか。野菜の摂取量は県の目標値が350グラムになっています。こちらも全ての年代で足りていません。平均で1日あたり約60グラム不足していると言われています。一皿だいたい70グラム、60グラムなので、一皿足りていないという状況だと思います。では減塩ベジアップをどう実践すればいいのか気になりますよね。その具体的な方法を紹介する動画を、こちらの米沢栄養大学の学生の皆さんが作ったんです。皆さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。減塩ベジアッププロジェクト、この動画を作成する上で心がけたことは何ですか。はい、動画では伝えたいことが多かったんですけども、3分間という限られた時間だったので、それを絞り込むことに工夫がありました。また多くの人に見てもらうために、言葉やイラストを目立たせるように工夫しました。この動画を見た人に何を一番伝えたい、訴えたいですか。ご飯は美味しく食べてもらうことが一番だと思うんですけども、やっぱりそれだけだと健康の面がちょっとおろそかになってしまうこともあるので、まあ、少しでもいいのでちょっと塩分や野菜を気にしていただければなと思います。では食生活で気をつけるポイントを動画を見ながら紹介してもらいました。まずは減塩についてです。減塩のポイント一つ目は、調味料の食塩量を知ることです。これらの調味料は左から順に食塩が多く含まれており、和風調味料には食塩が多く含まれていることがわかります。調味料では醤油や味噌などの私たちがよく使う調味料で食塩が多くなっています。そのため、例えばおひたしなどでは醤油をかけるのではなくて、代わりにポン酢をかけるようにすると、同じ使用量でも食塩の量を半分に減らすことができます。本当ですね。かけすぎに注意することが大切になります。
こちらはラーメン1杯に含まれる食塩の量を示しているんですね。はい、そうです。山形県のラーメン消費量は多いですが、はい、ラーメン1杯に含まれる食塩の量はなんと 6g となっており、注意が必要です。スープを半分残した場合は 3g となりますので、 3g の減塩につながります。そうか、だと半分はちょっとこう飲んで半分は我慢するという、そうです、だと心がけることができそうですよね。はい、塩分を取りすぎると健康にも大きな影響が出ますよね。はい、そうですね。食塩が多くなると血管の中の水分量が薄めるためにいっぱい増えて、そして血圧が上がります。血管をどんどん押すっていうことになります。そうすると動脈硬化が引き起こされ、そして動脈硬化によって心臓病とか心筋梗塞とかそういう発症のリスクが上がると言われています。薄味でもまずかったらご飯って美味しくなかったら幸せではないので、はい、美味しくするように酸味を効かせるとか、それから生姜などの香味野菜を使うとか、薄味でも美味しいって思えるように調理の工夫をする必要があると思います。続いて野菜不足解消についてです。目標は1日の摂取量 350g です。野菜を食べる方法として野菜を加熱することが挙げられます。加熱ですか？はい。どういった調理法がおすすめですか？加熱としては茹でる、蒸す、焼く、煮るが挙げられます。そうすることでかさが減り食べやすくなります。野菜には食物繊維やビタミンやミネラルというとても大事な栄養素がたくさん入っています。野菜が不足するとまず食物繊維が不足します。食物繊維が不足すると便秘になったりということがあります。また腸内環境が悪化すると言われています。それで腸が免疫機能の人間の約6割以上司るというふうにも言われているので、免疫力が低下したりとかということで病気になりやすくなったりします。県ではこうした健康課題を踏まえ、山形減塩ベジアップキャンペーンを展開しています。毎月19日を減塩野菜の日と定め、食事の塩の量を減らすこと、野菜をしっかり食べることに取り組むよう呼びかけています。1日3グラムの減塩と一皿分の野菜摂取量を増やすことが目標です。県が進めている減塩ベジアッププロジェクト、実は小中学校の給食でも行われているんです。子どものうちから減塩やベジアップに関する正しい知識と習慣を身につけるため、学校給食に山形健康づくり応援企業から提供されたメニューを取り入れているんです。10月は減塩ベジアップを強化した給食が提供されています。米沢市立北部小学校、今日の減塩ベジアップメニューは、せーの、インゲン豆入り焼肉丼です。よくできました。すごい。今日のメニューのポイントを教えてください。はい、今日は子どもたちが好きなメニューにたっぷりの野菜と、応援企業の方から教えていただいた白いんげん豆を入れて、食物繊維をアップさせたベジアップの焼肉丼にしました。いただきます。いただきます。だいぶ食が進んでるみたいだけど、味はどうですか？その野菜が多くて栄養分がたっぷりしており、旨味をなんか感じられるというお味でした。はい、塩分抑えてて体にもいいし、野菜たっぷりで栄養もたくさんあってとても美味しいです。給食を食べていると校内放送が始まりました。ベジアップについて分かりやすく紹介するお話です。今日のインゲン豆入り焼肉丼はベジアップの料理です。野菜には皆さんの体をバイ菌やウイルスから守ったり、お腹の掃除をしてくれたりする働きがあります。1日に必要な野菜の量は 350g と言われています。
今日の給食では約 100g から 130g の野菜を摂ることができます。お家の食事でもしっかり野菜を摂るためにはどんなことができるでしょうか。お家の人と一緒に考えてみてください。放送ではどんなことを心がけて子どもたちに話をしているんですか。はい、子どもたちの目の前には給食という教材があります。目の前にあるという利点を生かして必ずその日の給食に関連させて、なるほどとか本当にそうだと実感してもらえるような内容を心がけています。学校での取り組みだけではなくて家庭をも巻き込んでいくということが大切ですよね。そうですね、子どもたちの食事を作るのはやっぱりお家の方なので、お家の方にも呼びかけを行っていきたいと思っています。野菜を思ったよりたくさん取らないといけないと知ったので、これからは野菜を多く取ったり食べていきたいです。お家帰ってお母さんにどういうふうに伝えますか。野菜を多くしてほしいと言いたいです。野菜があまり好きじゃないので、もっと食べた方がいいっていうことを知りました。今日の給食野菜がいっぱい使われてますがどうですか、食べてみて。あんまり入ってる気がしないので結構食べれます。よかったね、じゃあたくさん食べられるんだよきっとね。もっと増やして食べて栄養を取っていきたいと思いました。せーの、みんなで減塩ベジアップ。給食の時間、子どもたち楽しみながら美味しく学んでいましたね。減塩ベジアップ、日頃の食事の積み重ねですから、そうなんです、今日から意識して取り組んでいきたいですね。その気持ちが大切ですね。塩分をあと少し減らして野菜をあと少し多く摂る、皆さんもぜひ意識してみてください。また野菜は摂りすぎてしまった塩分を体の外に出してくれる、そうした働きもあるそうです。また小さい頃から薄味に慣れておくことも大切です。皆さんもご家庭で減塩ベジアップぜひチャレンジしてくださいね。それでは県からのお知らせです。県では山形県職員選考試験の受験申し込みを受け付けています。今回から行政職の社会人経験者を対象とした試験で若者定着促進枠を新設しました。教養試験に変えて SPI3 基礎能力検査を実施するため、特別な公務員の試験対策は不要となっています。行政職以外の職種も受け付けています。受験案内を確認の上お申し込みください。今月1日から10日まで高齢者の交通事故防止推進強化循環を実施中です。日没がさらに早まるこれからの時期、夕暮れ時から夜間にかけ高齢者が関係する事故が多発します。夕暮れ以降に外出するときは明るい色の衣服とピカピカ光る夜光反射材の着用を心がけましょう。車を運転するときは夕方4時にはライトを点灯し、スピードを落として交通事故を防止しましょう。さて小川さん、はい、このところ気温下がってますが、す、ね、暖房器具使ってますか。もう朝晩は欠かせなくなりました。そういうとき気をつけなくてはならないのが火災です。炎とともに発生する煙は避難を困難にします。煙の恐ろしさを今回体験してきました。また初期消火に必要な知識と技術を学びます。さらに逃げ遅れの防止にもつながる住宅用火災警報器の設置効果も伺いました。次回は住宅火災を防ぐポイントや身を守るための注意点を紹介します。それでは今週はこの辺で失礼します。また来週です。